ハガルとアラノのイシュマイルイシュマエルは85歳の老齢になるまで子宝に恵まれなかったアブラハムの長男。アブラハムの妻サラの所有していたエジプト人の女奴隷ハガルとの子。イシュマエルとはヘブライ語による読み方であり、アラビア語ではイシュマイルをイスマーイールという。カナンの地に移住したアブラハムは子宝に恵まれなかった。すでに75歳だったサラは自分には 子は授からないと思って、若い女奴隷ハガルを連れてきて、夫にとこ入りを進め、高齢のアブラハムが、奇跡的に身ごもらせた。しかし妊娠するとハガルは皿と不和になり、夫アブラハムは監修に従い女主人に、従うように命じたため、らの辛い仕打ちに耐えきれなくなったハガルは、身をもの体で逃亡。 神の使いの説得と加護を約束されて、ようやくハガルは帰還して出産することになるが、神の使いからは、息子はイシュマエルと名付けるように指示され、彼は野生のロバのような人になる。彼があらゆる人に拳を振りかざすので人々は皆、彼に拳を振るう。彼は兄弟すべてに敵対して暮らすとの予言を受けていた。ところが、再びアブラハムには、 主の啓示があり、今度は九十歳になっていたサラが、奇跡的に身をもって出産。そうすると、諸子イシュマイルと目かけが邪魔になったサラによって、母子は砂漠に放築されるが、前述の神の使いの加護によって助かる。ハガルの子として生まれたが、メソポタミアの方に従い、彼は奴隷主たるサラの子となった。彼は百三十七歳で死んだ。イシュマイルの年齢については、 創世紀内部でも一部矛盾する箇所があり、アブラハムが86歳の時に生まれ、アブラハムが100歳の時に弟のイサクが生まれたので、イサクの血離れ後に追放されたなら10代半ばのはずだが、第21章6節以降は追放されて母に担がれていくなど、幼児のような扱いになっている。これは、創世紀自体が複数の出典の神話をもとにまとめられたためで、 創世紀第16章の出産前に、ハガルがサラと不仲になり出ていったが、ヤハは資料でのイシュマイル追放、21章の6節、以後の幼児のイシュマイルが母ハガルと共に追放された話が、エロヒム資料でのイシュマイル追放で、イシュマイルの年齢の元にした息子誕生時のアブラハムの年齢の記述はこの2つより後にまとめられた最終資料の内容とされる。 ユダヤ教は、悔いてはいるが、通常、イシュマイルのことを横島な人物として見ていた。新約聖書では、イシュマイルへの言及をほとんど含んでいない。イシュマイルは、例えば立法としてのユダヤ教の象徴とされてきたが、現在イザクと被見してみなす伝統は、拒絶されているように、キリスト教の新しい伝統の象徴である。イスラームでは、 イシュマイルに対しての非常に肯定的な見方で、神と神の使いの特別な加護のあった母子は神聖視されていて、イシュマイルを聖書内の比較でより大きな役割、預言者や犠牲の子として見る。例えば大巡礼におけるザムザムの泉への往復は荒野に追われた、ハがルイシュマイル母子を追体験するものとされている。ユダヤ人とイスラームの伝統の間では、イシュマイルを 全てのアラブ人の先祖とみなしている。ありがとうございます。